性ハッキングによってとある貨物を手に入れるアメリカ在住の謎の東洋人、そして BPS バトルプログラマー知らせは株式会社鋭敏電子の秋月に事件の解決を依頼される。それは一体何か、そしてミサオちゃんと知らせの関係とは。突然すぎる胸の鼓動を溢れるままに伝えたい。吹き出してる思いも時間も愛しいあなたに向かって。真夜中に光り出すコール待っていた。本当はねずっと Yeah 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 気をつけて傷つかないようにでもちょっと嫌いじゃないこういうストーリー。いいよイライラしてた前に進めないでいた昨日の自分に最初はいつも戸惑いながらだから許して突然すぎる胸の鼓動を溢れるまま出してる思いも時間も二人の未来に向かって沙織ちゃん来てくれたんだ。いらっしゃい。もうお兄ちゃん、もうすぐ夕方だよ。また夜遅くまでコンピューターしてたんでしょ。ママも言ってたよ、アキラちゃんは早くお嫁さんもらった方がいいって。そう言われてもな。はあ、当分私がいなきゃダメみたいね。ん？あ、もう時間だ。今日はバレエ教室だっけ？うん、今度発表会があるの。ラッペルっていうのを踊るの。本番ではちゃんと乳を切るんだよ。うん、琴恵姉さんと一緒に見に行くよ。茂木兄さんは来るの？うん、パパは来られないと思うよ。お仕事忙しいみたいだから。そう。それは大変だったわね。あの、ちゃんと家賃は払いますから。あら、そんなの気にしなくていいのよ、アキラちゃん。親戚なのに水臭い。はあ、ん？何してるの？こっちにいらっしゃい、ミサオ。今日から裏のアパートに住むアキラお兄ちゃんよ。ママのおじさんなのよ。まあ、年は弟みたいなもんだけど。地震かな？どうも、株式会社鋭敏電子の秋月です。そろそろ約束の時間と思って伺ったんですが、いや今のすごい揺れでしたね。富士山が爆発したのかと思いませんでしたか？これは正常位の基本バリエーション、腰高い。まさか重要な仕事を依頼しようとしている相手がこのような異常性癖の持ち主だったとは。子供相手に信じられん。これなら断然巨乳の女、映画女優でいうとイザベル・アジャーニがいいのに。しかしこの男以外にこの難事件を頼める相手がいないのも確かだ。これはあえて社会道徳をかまぐり捨てて見て見ぬふりをしなければ。助けて、助けて。
会社の安泰のため一人の不幸な少女の人生をあえてあえて見て見ぬふりをするのだ。最低だ最低だ、俺はなんと最低なサラリーマンよ。ふるさとの両親よ、別れた女房よ、女房の実家に引き取られている一人息子よ、この秋月薫の魂の選択を笑わば笑え。見なかったことにしよう。ということで白瀬先生。はい、アンデュートロア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 。昨晩にもお話しした通り、当株式会社鋭敏電子が誇るスーパーコンピューターが先月アメリカに輸送中に行方不明となったわけですが、それが先週になって突然キャラテックカンパニーと称する謎の団体から脅迫メールが届きまして、これです。はあ、脅迫状。脅迫状。わははは。我が名はアメリカ王。御社のスパコンはこのキャラテック社総帥、ハンドルネームアメリカ王が頂戴した。いやー、ちょっとこれ欲しかったんですよ。この前通販で御社の製品買ったんですけど、いきなり初期不良でやんの、悔しい。で、腹が立ったから御社名義でこのスパコンで悪いこといっぱいします。これで I love you ウイルスみたいなのいっぱい作ってみんなを困らせるの。して欲しくなかったら御社が販売を中止したペゲルク8シリーズのパソコンを復活させてください。かしこ。何ですかこれ。脅迫状です。私もあのシリーズは復活してほしいかも。もう今さらあんな標準じゃないのを復活させても誰も買いませんよ。私は買うかも。で、私何をしろと。実はまだお話ししてませんでしたが、要求の期日が今日なんです。それで白瀬先生には我が社の製品を使用した犯罪を阻止していただきたいと。ついでに言うなら、そのスパコンを何とかして処分していただきたいと。そんな無茶な。私はただのフリープログラマーであって探偵ではないんですよ。そこを何とかお願いします。あ、我が鋭敏電子幕張東京支社が見えてきました。もうすぐ到着します。なあ、爆発しましたね。あ、ビルが、我が株式会社鋭敏電子幕張東京支社ビルが。あれはネットワーク感染型のハードウェア爆破のプログラムですね。パラサイトボムとかいう俗称があるらしいですが、私は単に手榴弾と呼んでますがね。そんなコンピューターウイルスでそんなことできるんですか。まあ、ビル全体の配電設備に電流をオーバーフローさせるプログラムを組んで、ガスの配管とか駐車場の自動車のガソリンとかに引火させる演算をするんですが、なんとまあ綺麗に爆発したもんですな。よっぽど高度な演算処理をしないとあそこまではいかないでしょう。まさか我が社の製品を使ったんでしょうな。な大変なことです。はい、今目の前で爆発したところです。なんですね。大きな声でお願いします。聞こえんじゃの。なんですね。最新型の発信機だ。かっこいいな。だからもっとでっかい声で簡潔にはっきりと。白瀬先生。なんでしょう。幸い今日が土曜日だったこともあって負傷者はゼロだったようです。それは何より。大阪本社でもここほどではないですが、同様のことが発生しているようです。それは大変。そんなのんびり言わないでくださいよ。でも保険入ってるんでしょ。そんな問題じゃないです。このまま海外の支社にもあの爆発が起きたら困った。あの支社ビルで作業をお願いしようと思ってたんですが、あの感じじゃダメでしょう。せめてノートパソコンでは。白瀬先生、持ってきてないんですか。ノートはないですが、いや、とりあえず今ここでその感染を止めましょう。秋月さん、その携帯はどこのです。ちょっと貸していただけますか。はあ、いいモードですが。見つめ合えば奇跡が生まれる。
を越えて巡り合う青いきらめきが Lonely Night 傷ついたその印さえ胸の中溶かしてく。初等部5年3組の天野美沙です。ママの名前は琴恵、パッチワーク教室の先生をしています。パパの名前は茂木、海外で貿易の仕事をしています。でもお仕事が忙しくてあまり会えません。でもアキラお兄ちゃんがいてくれるので寂しくありません。 BPS バトルプログラマーしらせ、来週もまうまう。